橋下徹さんは国政に出ますか？どうでしょうか？僕のドタカンを言えば、もう少し出ないかなと。あと数年は。かなり引っ張り言われてますからね。数年したら出るかなというふうに思ってます。っていうのは、結構リアリティ考えるとそうせざるを得ないと思ってるんですよ。っていうのは、やっぱ政治家やるとお金かかるんですよ。僕は竹中平蔵っていうおっさんの秘書官ずっとやってたんですが、はい、でそれで間近で見ててすごく分かったけど、彼は、5年半大臣やって、はい、後、3年ぐらい、参議院にいましたけど、この5年半で彼政治活動をするための彼の持ち出しは、金額はあえて言わないけどすごい金額でした。みんなの想像するすごい金額でした。でそれはやっぱり、はい、いろんな政治関係のお付き合いもあるし、で特に改革しようと思えば思うほど、役所の人間に見えないようにやる必要があって、その時はやっぱりホテルの、会議室を取るだとか、車も、公用車を使わないで自分で、車を雇っていろんな、お金が必要で、本当に金額いったら驚くぐらいの持ち出しを5年半でやってます。でその現実を考えると、はい、橋本さんは7年ぐらいもうずっとやったわけで、しかも政党を立ち上げてたわけですから、多分竹中さんの日じゃないぐらいに次第の持ち出しをしてるわけだから、まあ、多分すからかんだろうなと。で一方で彼は子供多いじゃないですか、はい、だからそう考えるとやっぱり奥さんからね責めさせられると思うんですよね。だからちゃんと相方で失った金を取り戻すっていうのは絶対必要で、でも貯蓄期間にその失われた、であろう金額を想像すると、やっぱりある程度もっともっと稼がないとまずいはずで、だから彼今講演力すごい高いんだけども、でもそれをどんどんやりながら、ある程度失った分を経済面でリカバーしないといけないはずだし、それは当然必要なことなんですよね。だからそれがある程度できるまでは僕は政治に来ないんじゃないか、それがある程度終わったらまた来るのかなって勝手に思ってます、うん、そう思うとすごく活動してる人にはたくさんお金を渡して、うん、そうでない人はやらせてもいいよね、思いますけど、ね、本当はね、本当はね。でもなかなかね、改革しようと思えば思うほどお金かかるけど、誰もそれを応援してくれないっていう現実がありますから。なるほど。